はい、こんにちは、スワクテガと申します。今回はですね、先日発売されましたストラクチャーデッキ、サイバーリの後継者でですね、そこに収録されましたサイバーダークのカードを使った表サイバーリのデッキ紹介動画となります。まあそこに収録されているカードといってもですね、すべてを使っているわけではなくて、まあポツポツとね、いくつかのカードを数枚だけといった感じになってます。事実エクストラのねカードは全く採用してないので、一番ね使えるのはやはりサイバーダークキメラですね。パワーボンドによる融合召喚が、まあ、サイバー流、表サイバー流にね組み込めるということで、格段にワンキル性能がアップしました。でも究極に高攻に特化することによって、まあ環境にねまた顔を出してくるんじゃないでしょうか、思っております。それではやっていきましょう。まずは、罠型コードトーカーですね。当然ですが、どんなデッキ相手にも高攻を取ります。当たり前ですけど、先行を取る意味はないと言っていいです。普通の表サイバーよりもはるかにサイバードラゴンインフィニティ出しにくいです。先行だったら特にね、まあ、誘発もほぼ G が入っていないので、 G をはじめとしてね、ある程度もしか入ってないませんから、ライトニングストーンをメインから入れてまくりに行きます。でサイバネティックホライゾンでエタニティドラゴン、これを落とすことによって融合モンスターに耐性を持たせます。まあ、融合召喚そのものをね消されたらやばいんですけれども、で強制脱出装置で購入されましたが、エタニティドラゴンの効果は先に使っておいて、キメラの効果パワーボンドで墓地のモンスターを除外して、キメラテックランページドラゴンの特殊召喚し、パワーボンドによって強化されたので5連打じゃなくて3連打4200による、これでワンキルです。綺麗に決まりましたね。今は2戦目が、あれは戦闘機ですね。さあ戦闘機相手、これもまあかなり相性はいいですね。というのも雫が機械族モンスターなので、即座にサイバードラゴンの融合体、サイバードラゴンこっちがあれば融合体にすることができて、ウィドアンカーで奪われたとしても普通にね出すことができますから、1戦目は特に勝たなきゃならないと言っていいでしょう。でも増殖する自由打たれましたらもう関係ありません。ここまで来たらさすがにワンキルしに行きます。で墓穴の指名者打たれましたが問題ありません。まあ問題なくはなかったな、無限法要打たれたからワンキルがちょっとできなかったですね。もうちょっと上手いやり方あったと思うけど、向こうも高校特化だったのかなっていうぐらいに大型モンスターが出てきましたね。まあインフィニティはねここで使われましたけども、ライフは残り200ですから、ゴリ押しして開始のターンにどう出るかなんですが、墓地にサイバードラゴンコアが起きていること、落ちていること、それが条件ですね。シャークキャノンで除外されなかったのはちょっとでかかった。で、銀河戦士発動。で、墓穴の指名者で除外。で、ベルデンアナコンダしてオーバーロードフュージョンをして、後ろを割りに行きます。で効果、ランページドラゴンの効果によって攻撃回数を付与して勝利です。お次はムラクモダイーザの戦闘機が入ったバージョンですかね。まあ、戦闘機と思ってましたから相手が間違いなくチキンレースまで見ましたからね、ここで撃ってしまいましたけども、サイフレームを、まあ戦闘機じゃなかった、戦闘、いや違う、普通の戦闘機だったとしても撃ってるかな今のは。でサイバードラゴンコアを召喚、ウィドワンカーで奪われましたが特に問題ありません。なぜなら相手モンスターも吸えるからです。コントロールを奪われても吸えるっていうのはいいですね。でここでムラクモが出てきましたが、一体何もこっちゃっていう感じでした。何のデッキなんだっていう。
で先にベルデアナコンダを出しておきます。ネクステアを出す前に、あのそうしないと機械族モンスター以外エクストラが出さないかなと。でランページドラゴンの効果でチキンレースを終わって勝利ですね。3連打からの、まあ先ほどと同じようにこれがまあ綺麗なワンキルと言ってもいいですね。まあランページドラゴンも含めて、もし融合モンスターがね、今のところランページドラゴンしかないんですけれども、他で出すのなんかないかなとは思ってるんですよ。サイバーダーク系はないにしても、サイバーツインぐらいは入れてもいいのかなと思ってます。パワーボンドだったらそっちの方が強いんで。さあライトニングストーム、列車ですが、これもまた相手が機械ということも相まって特に問題ないですね。でキメラの効果でパワーボンド。でまあニビル対策のために、持っていますね。インフィニティまで行っております。ニビルがあった場合、今のタイミング、強いですね。パワーボンドは発動する前に絶対に打たなきゃならないんですけども、100% ね。ノバまでには打てないんです。ノバに打っちゃうと効果発動しちゃうんで。逆に言うとそこまでにニビルは打たなきゃならないんですが、もしニビルを打ってしまうと、パワーボンドでキメラテックランページ出すと、もう完全に乗り越えることができるんで。だからキメラに打ちたいですね。キメラを通常召喚した時にこう超えておきたい。まあまあ、そううまくいかないんですけど。で召喚獣は相手メルカバーをどう突破するかなんですな。まあ、通常召喚何かで効果さえ使えなければ、あれも機械族ですからすぐさま融合で吸えるんですけど、でまあ今回ちょっとこちらも事故ってるので、相手の激流層モロに食らったのがかなり痛かったです。これほんと痛かった。トップが何ならなと思ったら、これトップなんですよ。これ神引きでした。これはほんと神引きで、効果でパワーボンドでキメラでクランページ出して勝利です。はい1枚たった1枚引いただけでワンキルできるようになるんですよ。恐ろしいでしょ。ほんと強いと思う。さあ2戦目です。これは再チェンありだったね。で先行取らされたって感じです。で召喚シャドールの場合、召喚シャトールの場合は、もうどう考えてもというより 100% なんですけど、ルークを絶対に出させない。ルークを持ってこられると一気にこちらが瓦解します。ミドラーシュでこっちのランページを除去られて、さらにミドラーシュのおかげで特殊召喚もできないようになりという話になるので、絶対にルークを回収させないようにする。それが一番重要。ワールドの効果で通常召喚権を増やしてパワーボンドで勝利、効果で攻撃力アップで勝利です。まあ見てもらったようにサイバーダークキメラによるパワーボンド除外がものすごい強いんですね。ほんと強い。でエタニティドラゴンを落とすことによって、融合モンスターにね、ほぼという言い方、ほぼですね、ほぼです、ほぼ安心なね、ほぼ安心な体勢をつけることができる。まあ、完璧ではないんですけれども、それでもそのターンのみだったら十分、置物としては使えないけど。だからそういう意味で、ほぼね、非常にね、重要な役割を果たしてるんじゃない。逆に言うと融合できないと何の意味もないですからね。で勝利ですね。さあラストはイビルツイン。イビルツインもまあまあまあ確かに誘発と罠がちょっとうざったいかなと思うぐらいなんですが、それさえなければ全然苦にはならないと思います。逆に苦になりやすいのも伏せデッキですね。特にスキルドレインとか本当に厳しい、あの辺りは。だからライトニングストーンをメインから入れてるわけなんですけれども、エルドリッチあたりは最悪の相性なんじゃないかなと思います。特に今回の場合は
サイバーダークキメラに無効効果打たれたりとか、そうするともうあっという間に劣勢に立たされますから、もう先手で勝てない場合はもう2戦目以降の後攻に、かけて、もう先攻は何もしないで終わるみたいな割り切りも必要なんじゃないかと思います。はい、以上になります。サイバーダークを入れた表サイバー、名付けて表裏サイバーのデッキ紹介並びに対戦でした。いかがだったでしょうか。表サイバーにね、サイバーダークのいくつか、まあ、サイバーダーク見るとサイバーダーククローと、そしてサイバーディックホライゾン、このあたりを入れるだけでね、格段にね、ワンキル性能がアップしますから、サイバー流が好きだという方はね、ちょっと一回試してみてはどうでしょうか。普通のサイバー流と違うところは、やっぱりまあワンキル性能に特化しすぎたので、罠が少なくなってしまったの、そして、ハンドウィアーズがね、少なくなってしまったという点があります。まあ、その分、サイバー流らしさは増したんじゃないかなと思うので、普通のね、手札ユーザーマシマシのサイバー流よりはこっちの方が僕は好きです。はい。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画で、コメントお願いいたします。